アダキュー・コルベットは、トルコ海軍のコルベットの艦級。計画名はミルゲム。本級は、トルコ初の国産大型水上戦闘艦であり、ミルゲム計画として1996年により、着手された。沿海域での対水上、対戦線を主犯に置いており、ロッキード・マーティン社のフリーダム級宴海域、戦闘艦に似たステルス艦として設計されている。 戦形は朝鮮首労型を採用した。対抗性に優れ、C ステート5でも全ての任務を実施でき、部分的には C ステート6にも対応できる。主機関はコダグ方式とされており、巡航機として V 型16機等のむつ 16V595 で90ディーゼルエンジン2機、加速機としてゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン1機を備えている。 ディーゼルエンジン1機のみでも15ノットでの巡航が可能である。戦闘システムの中核として国内開発のジェネシス戦術情報処理装置を搭載する。これは g 級フリゲートの近代化改修で既に採用されていたものであった。また本級専用の派生型として、g、ムジーズも開発されている。ネームシップの収益当初はリンク11にしか対応していなかったが、 まもなく、リンク16にも対応できるようコンソールが追加された。リンク22への対応も予定されている。主センサーとなるのが、S バンドの3次元レーダーであるスマート、S マーク2である。これは名工型フリゲートや G 級フリゲートへの後日、装備も予定されており、2010年には、トルコ国内でのライセンス生産契約が締結されていた。なお公開用レーダーは、 低飛探知性を備えている。ソナーとしては、アメリカ製のアン、SQS-56 を元に開発されたヤカモズを搭載する。なおアン、SQS-56 は名工型フリゲートや G 級フリゲートなどで、すでにトルコ海軍では広く採用されていた。さらに4隻が計画されていたが、これらは拡大発展型のイスタンブール級フリゲートとして建造される。 イスタンブール級一番艦は2017年に寄港され2021年1月に浸水した。2011年にはインドネシア海軍向けとして2隻の建造契約が締結されたと報じられたが、これは後にキャンセルされオランダのシグマ級コルベットのライセンス生産に切り替えられた。2018年にパキスタン海軍向けにジンナー級フリゲートとして4隻の建造契約が 結ばれた。ジンナー級では、パキスタン軍が装備する、中国製 HQ-16 艦対空ミサイルに対応した VLS システム及び、トルコ国産の CIWS システムが追加搭載され、排水量が増大する見込みであると報じられている。また2020年には、ウクライナ海軍向けにムイコラーユの、オケアン造船所でのライセンス生産契約が、締結されたと発表された。 ありがとうございます。